どうも、ひふいです。昨日は、アンジュルム佐々木里香子ちゃんの卒業コンサートでした。そんな今回は、アンジュ横やりの感想を3つのテーマで振り返っていきたいと思います。今回の横やり公演、タイトルの通り、とにかく里香子の愛に溢れた空間に、ソロダンスから駆け抜けたセットリストは大変素晴らしく、中盤ではスマイレージ楽曲のメドレーを披露、先輩をリスペクトする、リカ子の気持ちが伝わってきました。またサプライズ選曲となった全沖と忘れてあげる、これは同期の室田瑞希ちゃん、相川真帆ちゃんそれぞれのラスト参加のシングルです。そして君触れ最後の演出、室愛愛2人の写真が画面に映し出される演出は本当に感動的。満足のいく形で送り出すことができなかった2人への思い、その後のスピーチでも、ファンの幸せを願う気持ちを自分の言葉で紡ぎ出してくれたリカ子、優しすぎますね。昨日の公演で、個人的に一番衝撃的だったのは、松本若菜ちゃんのパフォーマンス。デコ出しのビジュアルが最高で、お姉さん感が急上昇。安定感も爆発力も素晴らしかったです。貫禄十分の三色団子とペイペイはもちろん、ハピフラの二人は、初の横割りとは思えない笑顔あふれるパフォーマンス。今後のアンジュもめちゃめちゃ楽しみです。今回、ハロプロとは思えないほど特効演出の凝った公演に、火花に加え、魔法使いサリーではまさかの爆発演出も、さらにはサインボールを客席に投げ込むファンサービスもあり、アリーナという空間をフルに活用したコンサート。今後、アンジュがさらに大きな箱で輝く未来が見えたのと同時に、他グループが横ありに立つ姿も見たい、そんな夢ができた挑戦的な試みだったと思います。みんなを明るく照らす太陽で、笑顔に向かって咲き続けるひまわりのようなリカ子、今後の活動も引き続き応援していきたいです。皆さんのリカ子卒業の感想についてもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。